えこんにちは今回は元都民ファーストの会木下富美子さんの記者会見についてまあ何点かね思うことがあったんでここでかなっ語ってみようかと思うんですけどもうーんまああの木下富美子さん仕事がしたいのに自分がまあ仕事しに行くとそのほかの方は議会をボイコットするということで全然その。 疑害がね、成り立たなかったってことを、まあ理不尽と感じるところはありましたけども、やっぱり多くの方が感じているように、もともと原因を作ったのは、木下富美子さんで、まあなんかね、木下さんはルール上問題がないとか、あのー、辞職勧告は勧告であってどうするかは、まあ、自分の判断による。要するに、うん、ルールでも、ルールを破ったわけじゃないし、法律にのっとってるから問題ないのに、これは理不尽だってことだったと思うんですけども、じゃあ原因って何だったのかなと。 それこそルールを破ってないから問題ないって言うんだったら、無免許運転はルールを破ったことではないのかなとかっていうね、なんか私はね、ここら辺にかなりのね、自分勝手さを感じますよね。で、代理人弁護士さんも、まあ、この記者会見の状況をね、えー、例えて、これはいじめじゃないか、みたいなことをね、言ってましたけども、うん、この弁護士さんも、まあ、これをいじめというのはね、いろんな捉え方があるんですけども、私の知っているいじめっていうのは、例えばね、言葉をかけるにしても、質問とかね、 説明を求めるようなもんではなくて、まあ、ブスとかね、まあ、死ねとかね、まあ、殺すぞとかね、うーんなんかあの、服を脱げとかね、わいせつな写真を送れとか、こういうレベルになってるのがいじめじゃないかなと思ってるんですよ。もちろん、いじめの種類ってのはいっぱいあって定義もないんでね、あの受け取った人が嫌だなーと感じればそれはいじめになるのかもしれませんし、うーん なんか、ね、その一人の人を集中砲火して厳しい質問を浴びせるのがいじめというふうに捉えるんだったらまさに記者会見っていうのは謝罪会見っていうのはそういう場だと思いますから今までずっとねごまかしてきた質問がここでぶつけられるということとそれを十分うん覚悟して出てくるからこそ代理人弁護士さんも出てきたのかなと思うんですよ。でまさにこの代理人弁護士さんはそういった厳しい質問を受け取る立場にいてですね うん、まあ一部ねその質問してくる新聞記者さんたちを批判しても構えないと思いますけどもまあ謝罪会見なんだったら謝罪に徹した方がよかったのかなとどうも言い訳がましいというかもともとこれ誰が起こした問題なのかなと繰り返し繰り返し意図的に無免許運転ということをしてしかもひき逃げをして、うん、でまたもう一個あったのはあの裁判中だからなんかね 物が言えないって言いましたけどもいやこの記者会見で何かを言ってね裁判が不利になるからということだと思うんですけども何をどう不利になるんですかねねこれが、ねうん、裁判で話すことと記者会見で話すことを別に一致していれば全く問題がななわけなんですよ記者会見では曖昧なことを言ってで裁判では証拠をもとに正しいことを言うっていうふうなこ理屈が変わってくればそれは不利になりますけどもどこの場であれ同じことをね述べるんだったら全く不利にならないわけですよ。 つまりは記者会見でなんとなくごまかしていこうかなっていうところがあって裁判では、うん、カメラが入らないからまあまあ、うん、本音を言ってもいいのかなっていうところがどうもねこの木下さん以外にも裁判を理由に話せないっていう人の中にはこう見え隠れするというかねそもそも裁判があるから喋っちゃいけませんみたいなことを裁判所は別にね指示してませんしあくまでも個人的な判断で喋る喋らないようなわけなんですよ。 それから記者会見で何を言ったかどう言ったかこういうのを裁判で持ち込まれた時にその時に言ったことを訂正しますというね権利がきちんと裁判では裁判所では認められてるんで過去の発言修正してもいいわけですからなおのこと問題ないわけですよねどうもね私も今回のことっていうのはこの木下文子さんがね過去の都議会での活動を見ても暴力を振るったりしてる映像も残ったりとかしてね普段から その他の議員さんに嫌われているところがあったんで、結局出勤してもボイコットされるみたいなことがあるのは、それまでの人間関係構築に失敗したいわゆる信頼されている人ではなかったんですよね。誰一人かばってくれるな。そんなね、あの同僚を作れなかったところにあるのかなと思うんですよ。だから、それがいじめだっていう風な見方をするんだったら、あのー、まあ、これね、その原因作ったの誰なんだってことです。本当に。 でそもそもいじめっていうのは本人に理由がなかったり原因がなかったりすることを必要に追い込むことが悲惨だと言われてるんですけども今回はきちんと真摯に対応して説明責任を早期に行っていれば全く問題がなかったのと辞職勧告をねやっぱ無視し続けたのも良くなかったしそれから都庁にはもう当然ですけども毎日のようにね苦情が寄せられてきてその数数千件と言われたんですよとても他の何の罪を犯していない真面目に仕事をしている人が 不利益を被ったということでは、うん、木下議員にね文子さんにいい加減に早くこの状況を打開するために謝罪会見なり説明責任を果たすなりしてくれよっていうのが毎日出勤している何の罪もない、うん、都庁で勤めてる方にはあったと思いますよねそういうのを無視してそういう人たちの気持ちを踏みにじって自分には何権利があるとかねそれから刑法上問題がないとかねそういうこと振りかざせば まさにこれは、まあ、自分勝手だなと言わざるを得ないと思うんですけどね何、うん、ですかねこういう人がやっぱ増えたんですかねそれとも都民ファーストの会ってのはそもそもそういうところなのかもしれないですしこういう木下富美子さんみたいな人を採用するねその小池百合子さんなんてのめちゃくちゃな人だと思いますしね、うん、なんかるる気持ちになるなと思いますなんかこういう人を擁護するま人までいるというね まあ擁護するのは自由ですけどもじゃあことの原因は何なのかっていうともう本当になんか盗すっにも三分の理って言いますけどもじゃあ木下文子さんがなんか正しいことやってこうなってるのかってことなんですよ。一方的に許されないことばかりを続けてきてこうなっちゃったわけですからだからといって貶としめていいってことにはなりませんけどもまあそれなりの批判は浴びないといけないのかなと思いますよね。まささにににそういういいなあの厳しい質問に晒されるために 自らこういうい場を設けけてるわけですしね、うん、問題がないっていうんだったら別にこんなことせずにね、まあ、逃げ回ってればいいんじゃないかなと思うんですよね。そういうところも込みで精神的につらかったのかなと結局はあの罪を認めるのも精神的につらいそれを咎められるのも精神的につらい、うん、でしかも原因は全部自分にあるってことでつらい、うん。だから木下富美子さんになんかその原因がないとしたらじゃあ誰にあるのかなと。 多分誰もないと思うんですよひき逃げされた人の方が悪いのかっていうことにもなっちゃいますしじゃあ引いたバイクが悪いのかっていうことにもなりますしねで飯塚幸三さんの例もね最近までずっとあったわけですから特に交通事故には加害者に厳しい目が向けられてるということを考えると無免許運転をするとかねでそれを繰り返すと意図的な繰り返しですよでその上でね都議に立候補するってよくできたなと思いますよね やっぱり自分に後ろめたいことがあったら、うん、なかなかできないと思いますし少なくともそれを公表してね、うん、ルール違反を犯した私ですと今後厳しい、えー、刑事訴追があるかもしれないけどもそれでもそれとは別に立候補させてもらってますみたいなこと言ったら逆に好感度上がるんじゃないかなと思ったりなんだりするわけですけど今となったらちょっと遅い惜しいですよねうんまあでもね木下富美子さんに対していろんな方がでも 下支えしてくれたと思うんですよ例えば木下さんはねいただいた歳費といいますか議員としてのお給料をどっかに寄付したって言ってますけどもその給料計算人に,対人,人に対してはなんかね報いることがあるのかなと多分そんなこと忘れてると思うんですよねで寄付を受けた団体も結局は東京都から出たお金が木下富美子さんに渡ってその寄付を受けた団体に行くっていうことでは 別にそれ何のなんかあれ許されることはないと思うんですよねじゃ東京都がそのんとか法人に寄付したのと同じ形をとってますんで,で利益共有じゃないかってことになっちゃいますしね、うん、まあでもあんまりこれ追及してもあんまり誰もいいことはないんで、うんまあ、記者会見したということで、まあ、ノーサイドにしてほしいなと思いますこの木下富美子さんにはやっぱ許されない部分はあると思いますけどねでもやっぱりどっかでまた 立ち上がって、新たな人生を歩んでいかないといけないと思いますし、うん、人の人生をね、潰すことに、私も込みでですけども、多くの国民の感情もありますけどもね、人の人生を潰すのに、自分の人生を使っても、まあせんないことですからね、まあ、この記者会見で、ノーサイドにしていただければなと思います。いろいろと思うところありますけども、怒りを向ける矛先っていうのはあの、このね、木下文子さんではなくて、もっともっと大きいところに、 あるとととと思ううんでですすよね、えー、といいことで今回はままめさせていただきますちょっとこんな格好ですけどもねどうしても私も <laughs> 言いたいことがあったんで言わせてもらいましたまあ本当最後にまとめさせていただくのはこれでノーサイドにしてそれぞれがそれぞれの新しい人生を教訓としてね歩み出せばいいんじゃないかなとそれしかないと思いますこれ木下さんはねじゃあどういうふうにそれこそやり込めたら気が収まるんですかってことになっちゃいますからあとは 地方の場に任せて私たちは私たちのやるべきことをやっていきましょう。以上です。